国分寺の駐車場にやってきました。四国の遍路道を世界文化遺産に。参拝します。万里山宝蔵院国分寺は高知県南国市国分寺にある四国八十八ヶ所霊場第29番札所です。今回はここに参拝した後、寺カフェでお抹茶をいただき、隣接する総社に参拝、そこから地蔵渡しを経由して駐車場に戻ります。国分寺に到着です。日本遺産四国遍路。四国霊場第29番札所国分寺です。いや、このお寺は梅の季節はとても綺麗なんですよね。なんか可愛らしい花咲いてました。ここに由緒書きがありました。天平13年ですね。本堂です。重要文化財になってます。本尊千手観世音菩薩御婆皿多羅摩切句。はい、こちらが大師堂になります。で、ここには酒立ち地蔵尊があります。まあ、お酒やめないですけどね、私は。やめられませんけど、やめるつもりもないというか、ね、開山堂ですね、行基の。農協所の方に行きます。ここはお寺カフェがあるんですけども、今日はどうでしょう。あ、お寺カフェやってますね。事務所へお申し込みください。お世話になります。あのお寺カフェって入れるの？はい、2人で、はい、ここで払う。ではお寺カフェ入ります。テーブル席ですね。お庭が綺麗。まだツツジがボツボツ残ってますね。あ、本当。うん。お庭綺麗です。あ、本当だ。座って。こっちが本堂ですね。本堂にずっと続いてました。そういえばこっちから見たことなかったですね。お茶目な女の子やってます。
どうやらハートらしいです。はい、お抹茶いただきました。お茶菓子。土産日記ですね。青柳の土産日記です。ありがとう。はい、どうぞ。はい、お抹茶いただきます。今日はこういうあんこが入ったお餅ですね。ここに URA の高知新聞の記事があります。国分寺を出て総社の方に向かいます。では参拝します。ここは本殿のない形ですね。この後ろからすぐ国分寺に入れるようになってます。山門を戻ってきて、ここからこの遍路道の方へ歩いていきます。この辺りは田植えも済んで、すくすく稲が育ってますね。遍路道で次の善楽寺へはここを右に曲がっていくんですが、我々は逆にこの左へ向かって、地蔵堂でしたっけ、あしら、あの昔渡し船があったところへ行こうと思います。これが国分側ですね。この堤防の道の先にあります。この辺りは国分寺があったことからも分かるように、昔は土佐の中心地で紀の貫之が国府として赴任した時もすぐ向こうの方で、ありましたね、勤めていたという。はい、ここが地蔵私ですね。お地蔵様、由緒書きがこれです。国分橋が架けられるまでは、この地蔵私を保証するだけであったと。駐車場に戻ってきました、ここまででこの国分寺だけですが45分、 1.5 キロ、標高差4メートルでした。はい、それではまた。